どうもこんにちは、ズムネアです。お世話になっておりますということで、皆さんスピリーグ1週間お疲れ様でした。いやー、ガチでやった人は疲れましたよね。まあまあ、私はですね、今回43位ということで、目標の40位に惜しくも届きませんでした。一番土曜日にやり込んだんですけども、まあ、8400から、昼の12時くらいに始めて、一気に9000ぐらいまで上げたろうって思って張り切って意気込んだんですけども、その意気込みとは逆に沼って7900まで落ちて、まあ辛くてですね。でもまあ8500まで戻った時に疲れもあって、まあこれが限界だと思って終戦しました。いやー、まああの日はですね、自分のターニングポイントでしたね。だいたいまあ20試合ぐらいはやったんですかね、あの日は。その時点でまあ36位とかだったんで、まああとは試合しないで神頼みで行こうと思ったら、最終43位で終わってしまいました。いやー、惜しかったですね。まあ打率もですね、5割いかなかったんで、まあこの順位は悔いないです。またね、来年進化して、まあいい順位を狙っていきたいと思いますので、まあベスト8入った方とか、目標を達成した方は、本当におめでとうございます。本当にね、純正杯は一番熱くなりますよね。楽しかったですね。ぜひまた来年もスピリーグやりましょう。ということで今回なんですけども、スピリーグについて振り返りながらですね、大会メンバーで、戦ったメンバーでランク戦の方をですね、やっていきたいと思います。はい、ということで久しぶりにランク戦をやっていきますが、僕111勝19敗だったんですね。まあまあいい成績残しますね。8月の21日以来になりますので、まあ約2週間ぶりですね。さあということで、やっていきたいと思いますね。はいはいはい、ということでいきますか。早速はい、ということで早速やっていきますか。久しぶりのランク戦でございますね。ちょっと球の速さがですね、ちょっと多分違うと思う、まあ、違うんで、まあ、振り、早く振ってですね、ファールファールファールにならないんですね、そちらをちょっと気をつけてやっていきたいところでございますが、とりあえずですね、まあなんかあのスピリーグでやってたようなちょっと配球をやっていきたいですね。配球もね、こんな感じで、あのちょっとね、忘れちゃいましたよ、正直言って。ライアンはですね、まあ本当に頑張ってくれましたよ。まあ、最新のライアンをね、最終的に当てることはできなかったんですが、このね、去年の私立のライアンでね、やっていったわけなんですけども、もう本当にですね、タイピングが出れば強いですよね、本当にライアンって。っていうのと、やっぱスラカットですよね。ヤクルトはもうスラカットがですね、本当に強いんで、本当にどのピッチャーもスラカットですよね。いかにこのスラカットをですね、ボールストライク見極めて、で、配球するときはですね、スラカットを丁寧に投げ込むかっていうのがですね、重要なポイントになってきましたね。こう、うまいですね。で、あとはですね、もう本当、20番以上、まあまあまあ、そのうまい方っていうのはですね、こう、長打警戒とかしたときに、必ずミート打ちしてきますね。こう、ミート打ちの技術の大切さっていうのもですね、この大会でとっても痛感しました。うまい人っていうのはね、もうとにかくミート打ちの精度が高い高い、もう高い高いなんですよね。僕がいつもね、あの子供にやってる高い高い、もうそんなんも比じゃないです。とにかく精度が高い高いなんですよね。なんでね、まあ本当にこの大会で、まあ、坂口さんないです。レフト坂口さん入れてますからね。これ守備 B ありますから。まあね、今後ね、ランク戦でもぜひね、ミート打ちをね、皆さんね、やっていくといいんじゃないでしょうか。本当にミート打ち練習しないとできませんからね。はい、ということですね、切り込み隊長いきますか。このね、広角出るか出ないかっていうのは、これね、本当に重要なんですよ。もう1打席目ですね、広角出る出ない、ここでね、うってなるんですけど、そこはですね、切り替えていくっていうのもポイントってことに気づきました。もうみんながね、塩見さん一番なんじゃないかなと思ってたんですけど、意外とね、あの今年の塩見さんまだ当ててない方っていうのもいましたよね。センターの守備はいいんで、そういう方はですね、あの下位打線に塩見さんを置いてね、そういった方もたくさんいましたね。でもほとんどの人が塩見さんは一番で使ってましたね、今年は。なかなか大会明けのせいでですね、こうタイミング早くなってしまい、8球粘ってるんですが、ここでですね、そういうことなんですよね。まあ、徐々にランク戦の体に戻していくということで、塩見さんナイスバッティング。さあ、サンタナ2番ですね。いやー、2番サンタナマジで神ですよ、本当に。あの、何が神なんかって言ったらですね、あの、打ちやすさが神なんですよね。これシンプルな話です。あの、とにかく打ちやすい。もうこういう打球もですね、これね、超高速ルールだったりはね、あの、レフト線でね、ツーベースになってます。
ていうぐらいの神なんです。あーすいません。さあということで3番オスナですね。僕はね生粋の右信者なんでちょっと上位は右で固めたいっていうですねそういう気持ちがあるんで、で3番も、スピ4300のオスナを入れてます。オスナはですねとにかくもうバッティングがですね素直なんですよね。オスナだけにね、こういったですね、まあ、この懐が深いですよね。とにかくこうボールを見やすいっていうのがですねこうなっちゃうんですよ。はい。で村上さんなんですけども、まあとりあえずねまあめちゃくちゃまあすごいね打ってくれるんですけど、僕ずっと4200のベストナイン使ってたんですけど、急遽大会の2日前ぐらいになんか割り上げでライアン狙ったら村上さんが出たんですよね。なんで1日で極みまで持ってってこうやって打ちやすくなりました。はい。さすが1日でこう極みになっただけありますね。ただもんじゃないですね。さあということでここから4100の池山さんなんですが、ちょっとね4100っていうスピリッツがちょっときついと感じる時もありましたね。時たま、まあでも4300の池山さん取らなかったっていうのはですね、まあまあまあそこはですね後悔はしてるわけじゃないんですが、そうたまにミートちっちゃいです。でなんか今大会ですねちょっとエラーありましたね。正直皆さんどうですか。僕結構エラーね結構被害に遭った方なんですよね。ぶっちゃけ特に誰がエラーしたかってこれ名前言っちゃいますよ。宗さんはね送球エラーが多かったですね。あとはあれです、ピッチャーの裏にピッチャーフライみたいなのが飛んで、でピッチャーが追いかけてってなんかそのままピッチャーが取れずにショートも追ってないみたいな、それでなんか内野安打みたいなクソしょうもないなんかポテンヒットがあったんですけど、これ皆さんありましたよね。これはねコナミさん、そんなヒット現実じゃありえないんで、ぜひねアップデートして直してください直ちに。こんなヒットをね重ねられちゃこっちもたまったもんじゃないわけなんですよ。まあ、仏と言われてますが、私も重ねられたらですねそういったヒットがさすがにもう大パンしたくなりますよ。まあ大パンなんかしないんですけど、私はもうね大パンする人いると思います。正直結構ねプロスピューマイスたちってなんかこう荒くれ者が多いと思うんで、本当にiPad 壊しちゃうと思うんで、ぜひ直してあげてください。ね、iPad の修理代もねバカにならないと思うんで、本当にもったいないんでね、ぜひコナミさん直してあげてくださいね。さあこうなったらちょっと長打警戒入れますか。で甘いツーシームはですねこれおそらくミート落ちしてこないと思うんで、こうやってですね打たれます。打たれて楽しいです。打たれてなんぼです、ヤクルト打線ね。さあタイピンつきましたね。これ嫌ですよね。お変えられちゃう。さあここめげずにタイピンを出していきましたね。まあまあまあそうなった場合ですねライアン強いです。正直このフォークもですね結構厄介なんですよね。変化量赤ですからね。ナイスボール。さあもう一回ちょっと高めからいきますか。これもナイスボールですよ正直。はいナイスボール。さあということでこのインコースのツーシームですね。これ結構ライアンってねこうツーシーム結構強いですよね。まあスラカットもまあ強いんですけど、結構やっぱストレートツーシームでこう内角に出し入れするっていうのも結構いいんじゃないかなと思ったんですけど、ちょっと変えますここで。あっとほとんど疲労してました。高津さんいきます。さあということで高津さんなんですけども、まあ高津さんも結構ね登板させましたね。正直でも高津さんの配球って結構でも難しかったですね。上手い人はねやっぱり高津さんぐらいのピッチャーじゃバンバンしばいてきますよね。まあ、こうやってとりあえずねこう真ん中ら辺からこうね横すらか落ちるか、このストライクかボールかってこのですね相手に迷わせるようなですねコースに投げるっていうのがまあポイントになってくるんですが、カウント悪くなるとですねこうストレートも時球投げ込むんですが、これが結構いい球なんですよね。これがうまいですけど、はいはいはい、あ体感を思い出しますね。こうやってなんか打たれてくると、さあちょっとここガチ配球いきますね。こう集中した配球いきますよ。打たせるわけにいきません。もうヤクルトで、ね、高津さんもねエース級のですね抑えなので、もうエース級の抑えっていうかもう守護神なんで、ここはマジですね集中したいですよ。ヤクルト純正じゃない方にはですね抑えないといけないですよ。正直もうこうやってですねテンポよくバンバン投げていくんですよ。はいオッケー。あとですねヤクルト純正の方にとって2023年の10大入手ベスト7ぐらいに入ると思うんですけども、サイスニードと木澤さんこれ弱体入りましたね。2人ともストレート、あのツーシーム、あのカットボールが強いはずなんですが、まっすらナチュラルシュートになるっていうですね、これ完全なる弱体です、はい、ぜひね皆さん継承はしないようにお願いします。もし持ってない方はこれ選択契約書でどっちか取った方がいいですよ。正直
っていうレベルでですね、まあ、衝撃ニュースだったわけなんですが、このツーシームいいですよね。モサがバンバン使ってきて、本当に僕ね、あのマクガフをね、一瞬ね、こうなんかなんていうんですかね、このゲシュタルト崩壊みたいな感じになったんですよね。ストレートツーシームが全く分かんなくなるっていうね、そういった時期がありましたけども、 OK です。さあ、ということでですね、1点、ビハインドではありますが、しっかりと打っていきたいと思います。まあ、広沢さんね、これね、皆さん羨ましいと思うんです。まあ、持ってる方、ほとんどの人持ってると思うんですけど、広沢さんね、持ってない方、こうやって打てるんで、OB で言うから必ず取ってください。広沢さんはですね、いや、ホームラン性能がマジで高いんですよ。超広角っていうのもね、なかなかいい味してますよね。マジ広沢さんいるいない、これね、ヤクルト打線のですね、厚み全然変わってくると思うんで、まあ広沢さん去年取ってよかったですね。オッケーオッケー、ナイス。雄平さん、まあ、雄平さん、広沢さん、僕ともに4100まで上げてますがね、まあやっぱスピリーグみたいな大事な大会の前ですね、なるべくスピッツはですね、まあ、最新スピまで上げれるようにするっていうのがですね、ポイントにはなってきますね。それをまあ結構痛感しました。4000じゃ厳しかったですね、2人とも。さあ、ということですね、この畠山さん代打の切り札でですね、これ一発ホームラン打ってサヨナラ勝ちしていきたいと思います。本当にね、畠山さん、これ特能がね3つ出たらね、結構ミパがね、これ90ぐらいまで上がるんですよね。チャンス、超チャンス、ライドラ、プルヒですからね。なんですけども、なぜかね、畠山さんこう今打ってくれるんですが、特能の相性が悪かったですね。なんかほとんどの場面で特能が1個も出ないっていうね、チャンスの場面でも特能が出ないっていうね、そういった場面が多くありましたけども、まあまあ畠山さんとちょっと相性悪かったかな、正直。はい、人出ました。モイネローですね、モイネローですね。これタイピン出ないということで、しっかりとですね、もう簡単です。超効果が出てます。もう勝ち確です。いきます、しばいていきます。本気です、僕はいつだって本気ですね。いきますよ。はい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 、ナイスボールということですね。まあとりあえずですね、塩見さん、これはですね、もうもらった勝ち確です。オッケーオッケーオッケー。いや、結構嫌な球種ありますけどね、モイネロ。カーブ、これストレート、これ警戒ですね。ストレート、ストレートですよ、正直。はい、はい、オッケーオッケー、勝ちました。ナイスバッティングということですね、ご視聴ありがとうございました。スピリーグ1週間対戦した方もありがとうございました。お疲れ様でした。またね、来年もモチベ上げていきましょうよ、皆さん。あと最後まで見ていただいた方、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。